はい、こんにちは、イヤホンのりょうたです。朝です。こんにちは。こんにちは。なんかこの2人で撮るのが久しぶりですね。そうですね、はい、1週間たまらない。はい、今日ですね、紹介させていただくのは新しいというか、イヤホンで新しく取り扱い始めるイヤホンの紹介です。でこの動画で紹介するこのイヤホンっていうのがちょっとすごくてですね、すごいんです。すごいよね。すごいんですよ。すごい、びっくりするんです。なんかね、多分途中、動画の途中ぐらいでちょっとこいつら話盛りすぎちゃうかと思う人がおそらくたくさんいらっしゃると思うんですけども、どうぞあの皆さん、あのピュアな心でこの話を聞いていただければと思います。あと、もうあの真偽のほどに関しては皆さんの耳で判断していただきたいんですけれども、今日ご紹介するイヤホンですね、イヤホンのスタッフに一通り聞かせましたが、うん、まあ、実際の販売価格というのをですね、まあ、ブラインドで聞かせて、大体いくらぐらい、そうそう、いくらやと思うってそう聞かせた時に、あの全員外しました。あの外すっていうか、かすりもしない、ニアミスもなかったですね。ないない、全くない。全くなくてちょっとびっくりしたんですけれども、紹介するのがこのオーグラマーというですね、まあ、あんま聞いたことない人が多いと思うんですけど、国内では初めてですよね。そうですね、あの正規品としては、あの代理店さんがつきまして、正規代理店っていうのがつきまして、でこの度販売が開始されるんですけれども、まあ、一部ね、あの輸入品とか直輸入みたいな形でおそらく、購入して手元にある方は多々いらっしゃるみたいなんですよ、ネットで調べた限りは、うんうんうん、ただ正規品として入ってくるのはおそらく初めてという商品で、ちょっと読みにくいんですけど、オーグラマーというメーカーです。でここの R8 というイヤホンですね、はい、こういう、まあ、イヤモニチックなイヤホン でこのイヤホンは、ちょっと一応ざっくり紹介しておきましょうか。オーグラマーブランドは2013年末より EC 等にてイヤホン事業を開始して、2014年には急速に経済発展を遂げている、これ深センって読むかな、深センを拠点に、同年9月からシリーズ初の R1 を販売開始したと。以降 R1 単体で1万本以上の販売実績を、はい、叩き出して、まだ若いんですね。2013年末なんで、ほぼ2014年から始まっていった感じですね、はい、非常に新しいメーカーさんになりますね。で今回のオグラム R8 は R シリーズの設計企画制作に関するデータや経験を踏まえて、この販売価格、まあ、まだ分かんないかもしれませんけどね、この皆さん、動画見てる皆さんは知らないかもしれませんけども、はい、とサイズから想像できないワイドレンズ再生と広い空間表現を実現しましたと。で音質の高さと合わせ、高級感たっぷりのメタルデザインをまとったコストパフォーマンスも破格ないイヤホンだというふうに、まあ、コストパフォーマンス破格って言っちゃってるからね、はい、そういうイヤホンなんですけどね。で、色が2色ブラックとシルバーというのがありまして、実はですねこれ、まあ、イヤホンの方にはすでに入荷してきていまして、まあ、私アーサーすでに購入しました、はい、もう自腹で速攻で購入しました。いや買うよっつってもう速攻で購入したんですけど、アーサーはシルバー、僕はシルバーを、うん、ヘアラインのちょっと画像この辺出しておくかな、はい、シルバーのものを購入してて、で私は、ツヤツヤのブラックの方を去年仕上げですね、はい、しておりまして、はい、どっちもね、非常に高級感あってすごいね、はい、いいデザイン、なんか最近多いカスタム IEM の視聴機チックな形か、もしくはもうカスタム IEM からユニバーサル機に派生したイヤホンの形状って感じですよね。結構独特なんですよね、形状が、はい、だいぶ鋭角なんですけど、結構ねカン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 っていう感じの角度なので、あのフィット感装着感に関してはこれ僕は100点とはちょっと言えない。結構人を選ぶ可能性がある。そうですね、あの65点から75点ぐらいの間かな、まあ、人によってはバッチリハマったっていう方もいますけれども、ちょっとあのフィット感に関しては、付属のイヤーピースとかで調整が必要になると思います、はい、で本題というかね、このイヤホン、アーサー最初聞いたとき、いくらと思った？最初聞いたときに、まず見た目の高級感で、うん、メタルのデザインとかで、まあまあ1万は超えるだろうなっていう予想をまず立てた、まあ、そうですね、うん、で実際に音を聞いたときに、だいぶサウンドステージが広い、うん、広い、広いんですよ。でもボーカルがしっかりと真ん中の低感がパシッと決まっている音で、うん、クリア感がすごい高かったんで、うん、まあ2、3万は確実にいくだろうっていうところの予想を立てました、うんうんうん、はい、大体3万ぐらいって言ったのかな、うん、そうですね、そうすごい難しいところで、僕も最初に聞かせてもらった時、突然うちのねバイヤーが入って、いやもう私、まあ、西条さん判事なんですけど、でバッて渡されてな聞くのねっつって聞いて、
で聞いた時にいくらだと思いますかって言われて、僕もこう見た目をねまじまじと見て、で音質と比べて、49,800円とかで、いくらなら買いますかって言われて、理想で言えば29,800円やったら爆安じゃないですか、めちゃくちゃ売れる気がするってこの音だから、はい、って言ったんですよ。で僕もその後値段聞かされてびっくりして、で面白かった、あまりにも面白かったから、自分でその秋葉原の店舗スタッフが往来するところで待ち構えて何も知らない彼ら彼女たちに一通り聞かせたんですよ。そしたら大体ね平均すると5万円ぐらい、まあちょっと感覚がおかしいかなと思いますけどでも最高額で7万いくら、7万いくらぐらいまで行きました。まあなんかやっぱりねマクベスあたりが ふわっと浮かんで、はいはいはい、で、あでも7万ぐらいじゃないですか、でももっと高いかなみたいなことも言ってましたけど、うん、まあそれぐらい皆さん音に関して値段で言うとそれぐらいの値付けをしてもいいんじゃないかなっていうクオリティです、うん、これはもうそう感じました。で実際のところいくらかと言いますと、なんとこのオーグラマー R8 というイヤホン、はい、税込み4,500円。4,500円もうね僕ほんとこれびっくりしすぎて、値段を聞いた瞬間事務所でって言ってしまってバカじゃないのって言ってしまった。すごいね。いや値付けだそれおかしくない、なんかもうこの成形してるだけで軽く超えていきそうな、そうなんですよ金属をこの形にするだけでもっとかかるんちゃうっていうぐらいの価格設定なんですよね。すごいですね、はい、すごいびっくりしました。そうなんです。で、はい、まあケーブルも着脱式で外せますし、で付属品もねこれすごいんですよ。ここ開けるとね、まあ、イヤホンがここに入ってるわけですけれども、かなり高級感あって、でケース、イヤホンケースがついてます。でこのイヤホンケースちょっと面白いのが、これはねさすがに、まあ、中国メーカーやなと思うところなんですけど、色がランダムです。そうなんですよ、青だったり黒だったりそう違うんですよね。でこれねちょっとどれぐらいの幅があるのか正直わからないです。でも青の方が確率多いのかなぐらい。サンプルで最初預かったやつが2色分2個とも青だったんです、はい、で僕買ったやつ青だったんですね。でアーサーが僕も青でした、青でした、はい、でもう一人アベッキも買ったんですけど、アベッキは黒でした、黒でした。だからあと他何色あるのかはちょっとごめんなさいわからないんで、今のところ2色は出てきてるですね。なのでまあでもちゃんとしたケースなんですよ。こういうイヤモニとか入れるようなハードケースがついてて、でイヤーピースも結構たくさんついてます。シリコンのものが3サイズかな SML ついてて、でウレタンっぽいコンプライっぽいイヤーピースがついてます、はい、でこれがまた癖があって、これ今私が持ってるのイエロー黄色なんですけど、アーサーの何色ですか。僕赤でした。赤がついてました。でアベッキーのには青3色ぐらいありましたね。まあ少なくとも3色はランダムで入ってるってことです、ね、本当ランダムなんで分からないんで、まあ、ちょっとこれに関しては選べません、はい、ごめんなさい色はちょっと分からない。そう箱開けるまで中身分からないんで、それはご留意いただきたいんですけれども、ただ付属品かなりこれ充実してますし、でイヤホンがねメタル金属の筐体ですし、ケーブル着脱式でっていうところも踏まえると、ちょっとねありえなくないかこれはという価格設定になってて、本当にびっくりしてしまいました、はい、で、まあ、この商品ですね実はイヤホンで、独占先行販売というのをすることになっておりますので、まあ、すごくねこれ人気が出ると思ってるんですけれども、イヤホンで、2016年の2月20日土曜日から販売開始ということになっておりますから、はい、まあ多分ねこの動画公開してるのが2月19のはずなので、その翌日から販売開始ということになっております、はい、もちろん各店試聴機も出すんですけれども、これ絶対ねすぐ聞いてほしい、まず聞いてほしい、なんかね高級イヤホンとかねこう今検討してる人がいらっしゃったら、とりあえずこれ一回聞いてほしい、価値観変わっちゃうかもしれないっていうぐらいすごいやっぱコストパフォーマンスがね、はい、高いイヤホンなので、すごいですね、やばいですね、業界が変わりますね。そうなんかね歴史の分岐点に立ってる気がするよねこうほらなんか悪い言い方になっちゃうかもしれないけど、ターミネーターとかあるじゃないですか、うんうん、はい、あいつがあのロボット開発してなかったらこんな未来になってなかったみたいなね、うんうん、未来からこうこれがなければそう暗殺者が来るぐらいのレベルじゃないっていう
仕上がりなので、まあこれ僕らね言ってるのがちょっと話持ってるかどうかっていうところはね、あの本当皆さんご自身で確認していただきたいところなんですけれども、はい、あのまあポイントがやはりその装着感の部分でして、これあのやっぱり何人か引かした中で耳にこうちょっと合いづらいなっていうスタッフもいたんですよ。でパーサーと僕がたまたまこれ示し合わせてるわけじゃないんですけれども、イヤーピース別の、ね、メーカーさんのものに実は変えてまして、はい、ファイナル、僕がそうファイナルの E タイプですよ。 E タイプヘブン8を持ってますので、はい、それを、利用した形ですね。ですね、はい、まあ、そのファイナルさんのイヤホンについてるのと、あと最近だとヤマハさんのイヤーピースにもついてるんですけど、まあ、ちょっと製造元が一緒だからもあるんですけれども、はい、E タイプイヤーピースを僕らつけてって、でかなり安定感があります。で、他のスタッフにもいろいろ聞いてみたんですけど、まあ、一番分かりやすいのでこのコンプライ系をね使うスタッフもいれば、はい、あと僕が試した中だとソニーのこのハイブリッドイヤーピースね、うんうんうん、これも意外と合いました、はい、で、あとオチャラクさんのこのスピンフィット、スピンフィットはねなかなか良かった、定番ですよね、はい、まあ、他の機種でも結構使ってる方多いですけども、これとか、あとこれももうド定番ですけど、オーディオテクニカのファインフィット、長いですねファインフィットも、ファインフィット長いね、ファインフィットイヤーピースも使えます、はい、であとは僕の中であのダークホースなのがあのアンジーとかでも使ってますけれども、この、TDK のウィングフィットだったかな、 TDK の、イヤーピースで上下に羽がこう生えてる、これつけれたんですか、つけるよ、ちょい緩いけど、でも外れはしないんで、で長い方の羽を上にするんですよ、長い方の羽を上、こう、だいたいそう、それぐらいかな、うん、の角度で入れると結構安定する、はい、でこのイヤーピースのいいところは開口部が大きいので音に影響をすごく及ぼしにくくて、わりかしサウンドステージが広いっていう状態を、はいはい、あの音質面では維持してくれるっていうポイントがあるので、でこれちょっとね若干癖あるので人によっては合わなかったり、あとポジショニングが難しい、うん、難しいので、ちょっと癖あります。イヤーピースはちょっといろいろ考えていただいた方が楽しいかと思います。付属のやつが若干短めになってまして、うんうん、はい、耳の奥まで行ってくれるちょっとの構造上深く入らないんですよね。そうなんですよね、鋭角すぎてこうなるんですよ、こう、まあなんか分かんない、こうなんですよねちょっと こうなってるっていうか、ちょっと深く入るイヤーピースを探していただいた方がいいかと思います、ね、はい、密閉度も上がるので、まあ、イヤホンの、ね、イヤーピース選びが楽しいぞっていう方とか慣れてらっしゃる方であれば、はい、あんまりこう苦労しないかもしれませんけど、価格が価格なのでパッと買ってフィット感がなかなか合いづらくて諦めちゃうなんて人もいるかもしれないので、先にその点は、申し上げておきます。イヤーピース、まあでもいっぱい使えるイヤーピースありますよね。そうですね、はい、はい、なので、まあ、イヤホン本体がね破格なので、破格っていうかもう4500円としてはありえない音質なので、ちょっとこれを買ってみてフィット感で諦めてしまうのはもったいないかなと、はい、思いますから、はい、ぜひあの購入して耳に合わないような方はイヤホンの方にも一回、その旨お伝えいただいて、ご相談いただければと思います。とにかくありえないっすよこれはとにかく安い、ね、でケーブルが買えれますので、ちょっとでもケーブルね、通常のカスタムだと曲線が逆になっているので、そこだけ気をつけていただける。実はこれね、僕ね、中国語のマニュアルで見つけたんですけど、はい、UE と一緒ってやっぱ書いてるんですよ。あのテンプロとか。そうそう、UE のテンプロとかの、端子の構造と一緒のものを採用しているようなので、今もあの市場に出回ってる、アルティメットイヤーズの、トリプルファイ10、テンプロ用のケーブルを買っていただいたら、はい、これが一番わかりやすく使っていただけると思います。あの僕試しました信長ラボさんのケーブルは使えた、はい、信長ラボの方が高いんじゃないかぐらい、うん、ケーブルの方が多分高い5000何がしなので、まあ、でもこれで合わせて1万円でこの音質出るって結構やっぱおかしいよね、音変わりますよね、変わる、結構変わる結構変わるんで、結構変わる、はい、下手すりゃ数万のケーブルを使っていただいても結構ポテンシャルもっとどんどん出てくるので、そう発揮すると思います、はい、面白い具合に音が良くなるイヤホンが、はい、はい、このイヤホンをスタート地点としていろいろ遊んでいただくのもいいかなと思います、はい、あとね、もしこの買った方この動画見てらっしゃったら面白いんで教えておきますけど、このパッケージのね、ここにオーグラマーさんの AG っていうこのなんかロゴみたいな、ね、はい、パーツ入ってるんですけど、これね取れます、セロテープで止めてるんでポコンってやったら取れるんですよ、取れた、こうかな、でも結構
いい出来をしてる。かっこいいよねこれね。ほらこんなしっかりした金属でできますから、これをねこうやってこうデスクにね置けないわこうやって飾っといてもいいし、なんか後ろにうまいことパーツをつけてこうピンバッジにして、お俺が大蔵丸だみたいな感じにしてもいいかなと思います。まあ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 、いろいろちょっとまあ面白い、面白い、めちゃくちゃ面白い本当に。音いいし本当にそこが一番でかいです、はいはい、こういうあのオーグラマーの R8 というイヤホンを販売開始しますよというお知らせでございました。まあこのイヤホン本当面白いんで、いろいろここから派生していく企画とかもねいいんじゃないかなと思いますから、はい、あのただね色でちょっと音質が微妙に違うように感じられたりもする。そう2色あるじゃないですか。なんかシルバーと音ちょっと違うんちゃうか説じゃねえか説があって、実際ちょっと分かんないですよね。でもブラックの方がちょっと低域の沈み込みがあるなっていう、ね、これな大体うちのスタッフはアーサーと同じシルバーを買ってるスタッフが多くて、でブラック派は少ないんですよ、はいはい、で僕のやつを聞いた他のスタッフが、あれなんかこっちの方が低域結構出てる気がするねみたいな、そう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 、分かんないですよ、分かんないですけど、まあでもメーカー的にはね同じものの空張りとして出してるんですけど、どうもチューニング違うんかなみたいな説もあって、まあ、そこも面白いので、はい、まあそうだな、各店舗で2色とも出した方がいいと思いますね、はい、まあ、それはちょっと検討しますので、はい、ぜひ試していただければと、ぜひ視聴した方違うかどうかを教えてください。そうですね、教えてほしい教えてほしいし、はい、あとまあ皆さんからどんな嫌気があったとかそういう報告もねぜひいただきたいので、ちょっとまあいろいろとね、組み合わせとかで変わるものでもあるので、はい、継続的に情報はいろいろ出していけるかと思いますので、はい、なんかオーグラマー友の会みたいなね、オーグラマー友の会、オーグラマーカスタマイズ術みたいな、なんか大乱闘オーグラブラザーズみたいなのもあってもいいかもしれないですね、はい、まあ、ぜひ何か面白い情報があればこの動画のコメントでも結構ですし、はい、SNS でも結構なので、情報をシェアしていただければと思います、はいはい、よろしくお願いします。というわけで今日はオーグラマーの R8 イヤホンのご紹介でした。ぜひチェックしてみてください。それではイヤホンのりょうたと明日でした。さよなら。